京都の舛添要一知事が、13日、都庁で行われた定例記者会見で、収支報告書に、数件の私的な支出が混じっていたことを謝罪。削除訂正を行い、返金すると語った。舛添知事は、不明瞭だった収支の報告を行った後、長年の秘書経験を持っている会計責任者に全て任していた。今までは、詳細については、十分な把握をしていなかった。今回報道された事実関係の確認において、いくつかの不適切な点があったことを踏まえ、政治資金に精通した第三者の専門家にチェックをお願いすることにした。と説明。疑惑を持たれたことは、非常に恥ずかしいこととして反省すると語ったが、今後は、しっかり仕事をして、今まで以上に全身全霊を傾け打ち込むのが今の気持ちと語り、東京を世界一の都市にするんだ。東京五輪、パラリンピックを史上最高の大会にするんだと全力を挙げ努力していく。と誓った。